たちはもうこれでもうちょっと大きくなる。あ、そうやな。この奥の子大きいな。射的のようにいいんじゃないでしょうか。さあ、GoPro の目の前にして撮ってくれるだろうか。いけ、どこから撮るのが一番いいの。下からかな。そう。ああ、来た。あれ、落ちちゃった。落ちちゃった。そうじゃないんだよ。あ、来た。どこで撮ったらいいの。あ、来た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 。ほらほら、あ、落ち落としたやつが食べるのはずだ。あ、そうね、そうやな。うつ係の人と、わ、ちょっとべべいっぱい取ってくれ。うつ係の人と、勢いが強いんで、食べる係の人と、すごいね。あれ、ちょっと開け。うお、すっごい。結構なんかジンっていうぐらい。今の感じは全力に。そうやな、そう。おお、すごい。瞬間あ、行きそうよ、あの人。誰が撃ったんかもう分かれへんな。そっか、撃って撃つけど、あ、なんか頑張ってる。撃つけども落ちてきたところにあった子が食べるんやんな。そう、これを粛々と狙ってやる。すごいな、なかなか目がいいってこと。目かなりですね。あ、水から空気通してみるときに屈折率が違うね、曲がってみる。めっちゃ水飛んでくる。それも計算してちゃんと打ってるよ。ああ、そっか。イルカとかもキャッチボールするときはなんかそれを計算してくれる。水の中から出るとき。確かに。結構ちゃんと計算してる。すごいな。あれ。諦めてきたな。もうええか、あれはって1個残ってんねんけど。あ、ごめん、私が意外と臆病。怖いよ。行くかな。うわ、すんごい飛んでくるの、水。本当に射的のような。どこない。取れ高があることを期待する。きっと。